ちょっとホリモンチャンネル。僕初めて梅毒の検査したんですけど、はい、HIV と一緒に検査できるキットだったんで、うん、まあ両方とも陰性ではあったんですけど、ここほんとすごい増えてますね。一時期なんか淋病が増えたって話を聞いたんですけどね、うんうん、それは多分15年ぐらい前、15、6年前ぐらいは淋菌とクラミジアがすごく多かったっていう時期があって、若い方々にすごく流行りましたけど、今その時よりもまあ多いですね、梅毒がですね。でもそれはやっぱり SNS の発達とかそういうのが影響してるんですかね。関連してるのではないかと言われてますけど、それをその完全に証明したものはないんですけど、要因の一つではある可能性は十分あると思いますね。あと外国人がたくさん来るようになったとか、まあ、そうなんですか、外国人が多いとかそういうのはあるんですか。そうですね、あの外国でも流行はしてますけども、中国とかで梅毒の感染者がどれぐらいかっていうのは実はあまりデータがなかったりするんですね。ですので、うん、どっちの方が流行ってるかっていうのはなかなか簡単には比べられないですけど、まあ、もちろんやっぱり海外から人が入ってそこで感染症が持ち込まれてっていうことはあり得るとは思います。これデータ的に言うと何十年も前っていうのは梅毒ってそれなりにいたんですか。大昔も江戸時代とかからですね流行っていたって言われてますけど、どれくらいの感染者かっていうのはなかなか記録としては残ってないんですけど、昔も梅毒は多くて抗生物質もなかったので梅毒で亡くなった方もですね昔は結構多かったっていうふうに。ああ、まあそうですよね。だからペニシリンの発明によって相当抑制できるようになったところです。梅毒はあの本当珍しいんですけど、薬に耐性にならない菌なので、今でもペニシリンが第一選択で使われる感染症なんですけど。あ、そうなんですね。早く診断すればですね、早く治療すれば重症化することはまれではあるんですけど、まあ、それでもやっぱりどんどん人に移してしまうので何度も感染するというのは非常に厄介ではありますね、はいはいはい、感染しやすい人とかはいるんですか。基本的にはその人によってその感染しやすいしにくいっていうのはおそらくなくて、性行為の内容とかですね、性行為の頻度とかパートナーの数とかそういうことによるだろうと言われてますね、うん、皆さんの今やるべき行動といいますか、それは何なんですかね、まあ、これだけ流行ってますから、自分が梅毒の可能性があるなと思ったら頻繁に検査をしていただくっていうのはやっぱり一番大事かなと思います。でそこで梅毒と診断されたらちゃんと治療をすると、そうすると自分から周りに広げることがなくなりますので、早めの検査というのと、あとは頻繁にですね検査していただくのが大事ですので、もちろんその性行為を頻繁にしない人がそんな毎回検査する必要はないですけど、若い方とかですね性的な活動性の高い方はこまめに検査していただくのがいいかなと思いますね。簡易検査キットとかでもいいんですか。それそうですね、あの基本的には研究用試薬っていうものの場合は医学的に確定診断にはならないですけども、それで陽性にもしなった場合には病院を受診していただいて、そこでもう一度検査していただくことにはなるんですけど、梅毒と診断された場合にプラスかマイナスかということに加えて、はい、RPR っていう数値が例えば100なのか200なのかとかですね、そういう数値を見て治療をして、その数値が下がっていくのを確認して治療できましたっていうのを確認するんです。なので検査キットを使って検査していただいてももちろんいいんですけど、そこから病院では追加で検査をすることになって、それを指標に治療を行うということになります。梅毒の検査とかっていうのは例えば病院を受診するときはどういうところを受診すればいいんですか。検査自体はどこでもできると思います。ただ開業医さんだともちろんその外注といってですね、少し検査結果が出るまで時間がかかります。まあ1週間とかですね、あるいは大きな病院でもなかなかその即日検査結果が出るところはそんなに多くないので、数日からまあ1週間ぐらい時間がかかるかもしれないですね。保健所で検査をしてくれるところがありますので、地域に梅毒も HIV も一緒にあの保健所が検査してくれるところもあります。ちょっとコロナの影響で中断していたところもあるんですけど、自治体で保健所に問い合わせていただけると HIV やってるところが多いですし、東京とかはあの梅毒の検査も一緒にやってくれるところが多いと思います。そうなんですね。だとしたらすごくいいですね、うん、そういうので結構一般人は性病科行くの恥ずかしいなとか思っちゃうんですよね、うん、だからまあ普通の近くの開業医のところ行ってもいいってことですね。もちろん、はい、それでも大丈夫です、はい、ただ最近は開業医さんでもですね梅毒の患者さんは割と診断していることが増えてきてますので、気軽にというか受診していただいてよろしいかと思いますけど。あ、でもこれ本当もうちょっと啓蒙しないとやばいですよね。そうですね、なかなかあの減ってこないので、流行ってるということを知ってもらうということと、まあ、やっぱり検査をして診断してもらうっていうのがやっぱ大事ですので、
こうした病気のことを広く知っていただくっていうのも重要かと思います。そうですよね。これ女性と男性で症状の出方が違うとかってのあるの？いや、梅毒に関してはですね、あまり男女で症状の違いはないですね。クラミジアとかだとね、ちょっと男女で違ったりしますけど、梅毒についてはそんなに症状の差はないですね。今見てる限りなんかすごい潰瘍みたいになった時にはやべえと思っていくと思うんですけど、はい、全身に全然痒くない発疹が出たレベルだと、うん、そこまで不快じゃないから行くのやめよう、行きたいって思いづらくないですか、うん、まあそうですね、しばらくするとまあ消えてしまうっていうこともあって、そういえば皮疹出てましたって後から言われる方もいらっしゃいますね。なので皮疹が出てる時って周りに移す時期でもあるので、本当はやっぱりそこで受診をしていただきたいんですけどね。それは理想なのはすごくよくわかるんですけど、なかなかその時点で行かないですよね。ただこれ増えてる現状は本当に深刻なので、実際に実効性がある策をこれ打っていかないと僕は結構有識問題だと思うので、もっとみんな動いた方がいいと思ったんですけど、どうでしょうか。まあ、僕らは一応そういうに問題意識を持って私ができる範囲でもちろんやってますけど、インフルエンサーの方々とか若い人たちに向けてみたいな人たちはちょっとやってほしいですけどね。コロナでいろんな感染症が減っていたんですけど、梅毒だけは全然減らずにですね、むしろ増えて、で、まあ、今コロナ落ち着いてますます増えてきてますので、かなり危険な状況だと思いますので、おっしゃる通りちょっと強力なキャンペーン張ってなんとかしないといけない時期に来てるかなと思いますね。医師会とかその医学界の人たちは協力してくれたりはするもんなんですか？それは、はい、まあ、協力してくれるというか、本来は学会が主導してやっていかないといけないことではあるんですけど、やっぱりその既存の医療者ってどうしても治療とか病気になった後の治療みたいなことばっかり考えてるイメージがあるんで、しかもその実効性があるキャンペーンとかムーブメントとかそういったものを真面目なことはすごいやるんですけど、世の中の人たちも大半真面目じゃないんで、真面目じゃないと思った方がいいと思うんですよね。学校教育に取り入れるとか、でも学校教育の現場の先生もめちゃくちゃ保守的なんで、そもそも先生からすれば不特定多数の人間と性行為をすべきではないとか、風俗店に行くなんてとんでもないみたいな、そこから教育って入るじゃないですか。僕それが諸悪の根源だと思ってて、人間ってそんな真面目な人間よりも不真面目な人間の方が多いし、そこに風俗店があったら行きたくなる生き物だし、たくさんの人にモテたらついつい行っちゃってしまう人もいるわけだし、